はい、短期決戦です。8月30日5時17分です。トレード始めましょよし。米金融債券市場、利回り低下、北朝鮮ミサイル発射で安全買い。なんだろうな、この円安は。米国株ダウ反発、押し目買い優勢、北朝鮮リスクで一時下げも。欧州ひどかったんだね、これね。なんだこの下げ。
いやー、ここ耐えたよな。コムサの申し込みしようかな。コムサ。あ、占いとね。占いとコムサ。コムサって U はいらないのか。神様さん、財布はいくら？財布？ちょっと待って。財布はね、ちょっと待って、これ更新しないといけない。1.42。さん、財布入れたら今月プラス。あ、今月プラスだよ。全然プラスだよ。10万ぐらいプラスだよ。余裕でプラスだよ。
12万7000。1.42。プラストは立派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 。ただ財布はまだ決済しないからね。今月のあの収支には計上しないからさ。立派立派。今月はまだ負けてんだよ。だから今月の収支に計上しないから、財布はね。こうかな。あ、入ろう、プラテンした。入ろう、プラテンした。一発勝負がでかかったね。入ろう、プラテンしたよ。まさかのプラスに。まさかのプラスに。入ろうが貢献しております。入ろうが貢献しております。これでどうなったんだ。あと2万。今月2万負けだ。あ、今日2万勝ちだ。今日すごい。今日2万勝ち。昨日1万5000負けてるからね。神様さん、ただ FX15% 以上負けてる。いや、それで今取り返したからさ。今取り返したじゃん。1万円 10%今取り返したじゃん。いや、本当ならって言っちゃおかしい。たられば言ったらあれだけど、ハイローでハイをしてるなら、
FX もロングなはずなんだよ。だから今日取れてるはずなんだけど1円それができてないっていうことは、あの1ピップトレードの限界なんだよ。1ピップトレードだとさ、どうしてもほら駆られちゃうじゃん、駆られて上行っちゃうから最後なんていうの、ロング持ち越しができなかったっていうのがね、範囲これしょうがないんだよ。これちょっと負けすぎ、これ下げを下げで食らいすぎたのがね原因だからね、うん、ロング持ち越しができなかったのが回復できなかった理由だね。まあ敗因が分かってるからいいじゃん、敗因が分かってるから。もう書いとこう、ロング持ち越しができなかったのが敗因。そうじゃないな、ロング持ち越しができなかったのが敗因。ああ、そうじゃないな、下がるのに下がるのにロングし続けたのが敗因だな。下がるのに。神様さん、昨日は駆られまくってたからね。うん、下がるのにロングしまくってたのが敗因。で結局ほらロング持ち越しできなくて最後挽回できなかったって言うんだよね。下がるのにロングしまくってたのが範囲。そう、いや久しぶりだね、2万勝ち美味しいわ。今日はあれだよ、ウームが上場してくるよ。多分寝つかないと思うんだけどね、ウーム期待のウームだよ。ここちょっと苦しいんだけどね、7、8、9、10、11。ここら辺もね、きつかったな。神様さん、あれだけ連打するんなら1ピップの意味ない気がする。いや、それがあれが2ピップとか3ピップだともっと悲惨になるんだよ。まあ、あそこまで、ちょっと癖が、私のね、トレードの癖なんだ、あれ。もう下がらない、もう下がらない、もう上がる、もう上がるっていう、あのね、ポジション取りまくるのはね、私のトレードの癖だからね。あれ、なんていうの?あれをやらないと、ほら、紙ポジションが、つかめないんだよ。うん。どう説明したらいいか。下がっていくときにさ、どっかでロングしないとさ、逆張りしていかないと、その逆張りするところが、逆張り、ロングするところが、早いか遅いかなんだよね。あんまり早いと損失になるし、遅すぎると、反発してからロングし始めると、あんまり利益が出なくなるし、ポジションが浅くなっ、逆差しが浅くなっちゃうしね。うん、ガーって下がってきてさ、どこでロングし始めるかだよね。うまくいくと紙ポジションになって、その逆差しが駆られずに上行くんだよ。で、上行って、利確できるんだけど。
あら、下がっちゃった。さすがに1円いったから、だからね、今日五十日だからね、上行くと思うんだけどな。もう5時39分なんだ。口座残高が、明日行った。口座残高が3万になったのを見たい。3万4千になったところ。明日行った。すぐ出勤して1万にしちゃおうかと思ってんだけど。66はロングじゃないですか？ 66 は。ここはロングじゃないですか？ダメっすか。早いか。ここはあれじゃないの？サポートラインじゃないの？ダメか。下ですか。
あ、失敗した。下抜けちゃったね。ウォーキング行ってくるわ。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。